オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学のお時間です。皆さん、こんばんは。オカルト研究家の中澤岳史です。本日はですね、私が愛してやまない怪奇オムニバスドラマ 世にも奇妙な物語、えー、膨大な、えー、作品があるんですけれど、この世にも奇妙な物語の中から、えー、私、中澤武志がこれだけは絶対見ておいてほしいというおすすめエピソード、えー、ベスト10を発表したいと思います。 世にも奇妙な物語といえば、ホラー、怪奇物のイメージが強いと思うんですけれど、そういった驚々しい話だけではなくて、笑えちゃう話とか、感動して泣けてくる話とか、いろんなストーリーがあるので、世にも奇妙な物語の魅力を堪能してください。それでは早速、授業を始めましょう。 なんでそもそも私、中沢武志が世にも奇妙な物語について語るのかっていうことなんですけれど、僕は普段、まあ、オカルトに関する活動で、まあ、生計を立てているんですけれど、まあ、その中でも、まあ、オカルトっていろいろあるけれど、未確認生物、ユーマが自分は一番の得意分野なんですけれど、こういった、まあ、オカルトのことを研究して、それを発表するっていう仕事の他に、自分は、あの、いわゆるエンターテイメントでもご飯を食べているんですね。まあ、あの、ユーマだけでご飯食べている いうのも大変ななので、で他にもいいろんんことをやっているんですけれど、例えば小説を書いたりとか僕のデビュー作が「初恋芸人」っていういわゆる恋愛小説なんですけれど2 5 6歳のえ一度も彼女がいたことがなくて童貞の売れない芸人が ファンの女の子との間でいろいろ妄想してしまって、それがどう発展していくか、みたいな、そういった小説で実はデビューしてまして、これはでもありがたいことに、あの NHK さんであのドラマ化とかもしていただいて、主演江本時生さん、ヒロイン、元 SK48 の松井玲奈さんがヒロインを演じてくれて、小坂井和樹さんとかも出演していただいたんですけど、その後もライトノベルとかを書いていて、あとは脚本とかもいろいろ書かせてもらっていて、ブライやプロさんでウルトラゾーンっていう これあの、ウルトラマンは出てこないんですけれど、ウルトラマンと戦った怪獣たちが主役の番組があって、特撮ドラマの脚本を書いたりとか、またあの、インドネシアの伝説の生物であるガルーダをモチーフにしたガルーダの戦士ビマ、まあ、向こうの言葉ではサトリア・ガルーダ・ビマっていう、インドネシアで放送されているテレビ番組の脚本も書かせていただきまして、インドネシアではドラえもんの裏番組だったと聞いております。視聴率はドラえもんといい勝負してたって聞いてたんで、 日本よりインドネシアでのがいい仕事をしている可能性もあります。 とにかく僕はそのオカルトももちろん大好きなんですけれど、エンターテインメントが大好きなんですね。だからそのネッシーとかツチノコとか、まああと、ユーマだけじゃないですよね。幽霊とか超能力とか宇宙人みたいなオカルトも楽しみつつ、やっぱ映画、小説、漫画全部大好きなんですよ。そんなまあオカルトとエンターテインメントでご飯を食べている私にとって、この世にも奇妙な物語っていうのは、オカルトを まあ日本においては一番エンターテインメントとして成功をさせている、まあ、国民的オカルトエンターテインメント作品なんじゃないかなと思っていて非常にまあ勉強になると思っていますこの動画を見ている皆さんも世にも奇妙な物語を、まあ、そういった視点で視聴すると、まあ、より深くドラマの魅力が味わえると思うので今回はこのような企画をやらせていただこうと思います ランキングに入る前に、世にも奇妙な物語、えー、本作の概要を簡単に説明させていただきたいと思います。放送会社1990年。 今は年に数回、まあ2回、多い時は3回放送されている特番なんですけれど、当初はレギュラー番組として毎週放送されていました。レギュラー時代は、どちらかというとホラー系のエピソード、えバッドエンドで終わる話が多かったですえ。僕が小学生の頃、僕81年生まれなんで、ちょうどこの4にも奇妙な物語のレギュラー放送時代に小学生だったんですけれど、やっぱり後味が 悪い、えー、怖い話が多かったので、世にも奇妙な物語イコール怖いドラマというイメージが、まあ、非常に強かったです。 ただですね、どん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 続いていくうちに、まあ、いろんなタイプの話が現れるようになってきて、もうめちゃくちゃ爆笑してしまう話とか、うん、感動して泣いてしまう話とか、本当にいろんな、えー、話が出てきて、だから、まあ、オムニバスドラマとしてのね、魅力を初めて最初に僕に教えてくれたドラマなんじゃないかなと思います。この怪奇オムニバスもののドラマっていうのは、まあもともと海外でたくさんあって、このジャンルの作品としては、トワイライトゾーンとか、 アウターリミッツとか。またね、日本に来た時には砲台が非常に似てる感じで輸出されてきたんですけれど、世にも不思議な物語など、まあ、海外でも世にも奇妙な物語のように不思議な現象に登場人物が巡り合うお話をオムニバスとして送る話はたくさん作られてきていました。 超常現象をテーマにしたオムニバスドラマとしてはですね、まあ本当にあった怖い話とか階段新耳袋を思い浮かべる方もいると思います。こちらの2シリーズもね、僕も大好きですし、非常に面白いオムニバスドラマだと思うんですけれど、ただ本当にあった怖い話や階段新耳袋というのは、まあ基本的には、まあごく一部例外のエピソードもあるんですけれど、心霊をテーマにしていたりとか、まあ恐怖を テーマにしているホラーオムニバスドラマっていう側面もあると思います。それだと比べると世にも奇妙な物語というのは、まあ、完全にホラーに特化しているわけではない。そもそもとして幽霊はあまり出さないというルールもあったらしいですね。だからいわゆる既存の回帰、ホラードラマ、まあ僕ら日本人としてもホラーものといえばイコール幽霊なんですけれど、とりあえず幽霊で怖がらせるのはやめよう、とりあえずスプラッター的なことはやめようっていう割と禁じ手的なものが最初あって世にもは始ま っているのでそういった意味で言うと本当にあった怖い話や怪談新耳袋とは、えー、そもそも目指していたところが違う番組なんだと思います。 ランキングの発表する前に、これだけはちょっと言っておかないといけないんですけれど、怖い話、笑える話、泣ける話、衝撃的な話とかいろいろあるので、そういった意味では、どうしても独断と偏見はすごい入ってきてしまうんですけれど、世にも奇妙な物語、僕、善は見てるんですけど、善は見たことがある人間の心を揺さぶったランキングということで、お付き合いいただければと思います。 それからもう一つすいません。ネタバレありにほぼなってしまいます。この後どうなるみたいな感じでおすすめできればよかったんですけれど、世にも奇妙な物語っていうドラマの形式上ね、オチの部分を言わないとどこがすごいのか、えー、なんで、えー、このエピソードがそんなにおすすめなのかっていうのはやっぱ説明できない話がどうしても多いので、ネタバレありのランキングになってしまうのですが、えー、そこはちょっとご了承ください。第10位はですね、 1991年の5月2日に放送されました、言うことを聞く子です。これはどういった話なのかというと、ある小学校にマサトくんという転校生の男の子がやってくるんですけれど、このマサトくんがとにかくいい子なんですよ。どんな風にいい子なのかというと、みんなの言うことをはいって元気よく返事して何でも言うことを聞くと。 まあ、掃除をやってる時とかに、他の生徒がサボってても、マサト掃除、お前やっとけよって言ったら、はいって言って、何も疑わずに、何も文句言わずに、一人黙々と掃除をしたりとか、すごいいい子で、まあ、大人たち、先生たちから、もうすごいいい子だねって、チヤホヤされる子になるんですけれど、で、体育の先生とかに、マサト、お前ほんといい奴だなって言って、で、今悪い奴とかもいっぱい世の中にいるから、悪い奴がいたら、マサトがやっつけてくれよな、みたいに、先生が言うんですね。それを聞いて、マサトくんが、わかりま って元気に返事をするんで、すけれどでそうやって、まあ、みんなから、大人から愛されてるマサト君を見て、クラスのいじめっ子みたいなやつのターゲットにされてしまうんですね。もう、どんどんいじめがエスカレートしていって、いじめっ子から、泥水を飲めみたいなこと言われても、もう、なんも嫌がる素振りもなく、泥水を飲み出したりとかしちゃうんですね。で、それを見た、まあ、女子生徒の子が、 クラスの担任の先生に、まさとくんがいじめにあってますって報告して、先生が見に行って、泥水飲んでるとこを見て、やめなさいって言って、ま、いじめっ子たちは逃げていって、こんなひどいことになってたんだなんて私気づかなかったみたいなことで、悪いのは、でも私なんだよねって。 その先生がこんないじめが起きてることとか全然気づいてなかったからこんなことになっちゃったのよねごめんねって言って先生はそのまさとくんに謝るんですけれど何気ない一言がまさとくにとっては決定的なトリガーになってしまってその前にその体育の先生から悪いやつとかいたらやっつけてくれよなってまさとくん言われていたので先生は悪い人だからやっつけなきゃいけないっていう思考になってしまって先生の命を奪いに行くっていう そういう話なんですね。 この話の何が優れてるかっていうとやっぱり世にも奇妙な物語といえばホラードラマなんですけれどこれいかにも世にもらしい僕からすると世にものオーソドックスな話の一つだと思ってるんですね怖がらせる役を何にするかっていうところにいろんなアイディアが投入されてきて大人たちの言うことを聞く素直ないい子っていうのが恐怖の対象になるんじゃないかっていうふうな視点を持ってきているのが非常にスタンダードな作りのドラマだと思って僕はこの話を まあ、リアル小学生の時に見ているんですけれど、あ、言うことを聞く子って怖いんだなって、素直に、まあ、僕も素直だったんですけれど、<laughs> 思ってしまったっていう意味で、非常にインパクトを与えられた作品です。第9位は、1998年の9月25日に放送されました、黄色が怖いです。 この黄色が怖いっていうのはタイトル通り黄色が怖いっていう話なんですね。主人公の女性が、これおそらくフジテレビのね、目覚ましテレビだと思うんですけれど、目覚ましテレビの占いのコーナーで、今日の乙女座は最下位ですって、黄色が、えー、アンラッキーなカラーなんで、黄色のものに注意してくださいみたいに占いで言われるんですね。で、そこからどんどん黄色の色のもののせいでいろんなトラブルに巻き込まれていくんですね。で、それがどんどんエスカレートしていって、最終的には、まあ ホラーのような話になっていくんですけれどこの話はね僕からするとある種 ホラー大喜利みたいなところもあって、まあ例えばその黄色い酸素ボンベみたいなのが転がってきたりして、下手したら爆発するぞみたいな、えー、ハラハラドキドキさせるシーンとかあるんですけど、これはまあわかりやすいと思うんですね。なんか黄色いものでなんか不幸なことが起こるっていう時にガスとかが詰まってる黄色い何か落ちてくるとか、そういうのは最初に思いつくことだと思うんですけれど、この作品はまあ15分間ありとあらゆる黄色いものがこの主人公の女性を襲ってくるんですね。で僕はすごいと思う 思ったのは、運転中にカーラジオからビートルズのイエローサブマリンが流れて。で、もう黄色にすでにもう主人公は恐怖心を抱いてるんで、チャンネルを変えようとするんですね。そしたら信号が黄色から赤に変わりそうになってて、やばいと思ってブレーキを踏もうとしたんですけど。ブレーキがなぜか効かないんですよ。このままだと、他の車にぶつかる絶対絶命という時に、まあサイドブレーキをかけて。なんとかその場は助かるんですけれど。なんでブレーキがかからなかったのか、あの足元を見てみたら、ブレーキのところにですね。 黄色いジュースの缶が転がっていてそれが邪魔していてブレーキがかけられなかったっていうこれねあの本編で見るとハラハラドキドキするんですけど喋ってるとやっぱ大喜利としか思えないんですねとにかくいろんな黄色いものを総動員して主人公を追い詰めようっていうところが非常に面白い作品だと思うので物語を作る 作家とか脚本家を目指している人は、この一つのワンテーマからどんだけ話を広げられるかっていう、そういうなんかエンターテインメントの勉強としても非常に面白い作品だと思います。ちなみにこの黄色にひどい目に合わされる女性役は鶴田真由さんが演じていました、まあ。とにかくね、いろんな黄色に悲惨な目に合うこの鶴田真由さんなんですけれど、この日の乙女座は黄色いで不幸な目に合いますよっていうふうに言われてるから、その日をなんとか逃れようと。 この日一日は、とにかく黄色から避けようって鶴田さんは頑張るんですけれど、ただ黄色もなかなか逃がしてくれなくて、後半はね、もう黄色も殺意を隠さなくなってくるんですね。例えば、たまたま歩いてたら、目の前になんかポスターが貼ってあって、それがなんか剥がれかかってるんですね。で、なんだろうと思って見てたら、ポスターが剥がれると、黄色のペンキで、死って書いてあるみたいになって、もう、もう殺意を黄色が隠してこなくなって、鶴田さんは必死でなんとか逃げ回るんですけれど、まあ途中 途中で,です、ね、事故にあってしまうんですねで救急車に運ばれるんですけれどだ救急車に運ばれていく時に、えー、時間を見たら23時50何分なんですよであとちょっとで今日は終わると。で救急車の運転手の人たちに「ここに黄色いものありますか?」って「救急車の中に黄色いものありますか?」って聞くんですけど「いや別に黄色いものなんて何もないですね」って言われたんで、まあ、鶴田さんも安心して「あこのあと1分で」 今日も終わる。もう黄色に怯えなくて大丈夫だと思ったら、救急車が黄色い街灯でいっぱいのトンネルに、あと1分で1日が終わるっていう時に入ってしまうんですね。で、その後に事故にあって、おそらくお亡くなりになってしまうという。 黄色に目つけられると逃げ道がないっていうお話で,でこの話は、世にも奇妙な物語って、世にも奇妙な物語の木の部分が赤色で染まってるっていうのが特徴的なロゴだと思うんですけれど、この回のラストは、木の部分が黄色に変わるっていうね、ちょっと凝った質問をしてくれていて、非常に面白かったです。<music> 第8位は、 1992年の6月11日に放送されましたハイヌーンです、えー。世にも奇妙な物語っていうのはやっぱり怖い話だけじゃないんですね。なので8位で選ばせていただいたこのハイヌーンっていうのもホラー系ではないエピソードになっています。えー、これどんなエピソードかというと、本当にね、何気ない話なんですよ。 ある町の食堂に玉木浩二さんが演じる謎の男が現れてきて、これ劇中でも男の名前とか出てこないんで、謎の男玉木浩二さんが食堂に入ってきて、親子丼を注文するんですよ。で、親子丼が食べ終わったら、まだ食べ足りなかったのか、天ぷらうどんを注文するんですね。で、まだお腹いっぱいにならなかったのか、カレーライスを注文するんですね。だんだんこの辺から食堂の周りの人たちが違和感を感じ始めてるんですよ。 こいついつまで食ってんだろうとなってくるんですね。で、あのメニューが左側から、まあ、ほ本当何々丼、何々うどん、何々ライスみたいなやつを順番にこの玉木浩二が注文し出していくんですよ。何を食べても玉木浩二はケロッとした表情で、全然お腹いっぱいだとか苦しいみたいな表情もせずに、淡々とした感じで次のメニューを注文していくんですね。で、最初は食堂の人とかお店の料理人の人だけがびっくりしてたんですけれど、だんだんその驚きがお店の外にまで飛び火していって、 なんかあの店にやべえやつがいるぞって言って店の前に人が群がり出すんですね。街中の人がただ単に淡々と飯を注文している玉木浩二さんに熱狂していって残り3品ぐらいになってくるとだんだん見てる人たちもやっぱ玉木浩二はこれ全部注文するつもりだっていう風に感情移入してきてすごいワクワクしてくるんです。それ視聴者の僕らもワクワクしてきて残り1品の土地を食べてるときに一瞬 うってなるんですよ、玉木工事が。今までは何食べてても淡々としてた玉木工事が、一瞬うっとなって、みんなが、頑張れとか、もう応援しだすんですね。もう店の外から、店の中からもう、あとちょっとで全部食えるぞっていう、なんか別にそういうレースとかやってるわけじゃないんですけど、もう周りはもう、なんか勝手に自分たちの中でもエンターテイメントとして消化しだして、えー、応援しだすんですけど、ただ玉木工事も、一回ピンチになったかと思ったんですけど、それちょっと喉詰まらしてただけで、あの、全然お腹いっぱいとかじゃなくて、割と水飲んですぐ復活して、で、もうすべての、もう その食堂のメニューを全部注文して食べたってことでもうみんながうおーみたいな感じですげえことが起きた奇跡だって感じでもうあのお店の中も外も大盛り上がりしてるんですけれど表情全く変えない玉木浩二がもう一回左端を見て親子丼っていうところで終わるっていう。 話なんですけれど、本当にこれだけの話なんですよ。こういうストーリー説明してると、自分でも何の話してるんだろうという気持ちにちょっとなってくるんですけど、いわゆるオカルト的なことは起きてないんだけど、その日常に起きた不思議なことに周りがどんどん熱狂していく様というのが、非常に僕の心を揺さぶったというか、ご飯食べてるだけでもエンターテインメントでできるんだなっていうふうに僕に教えてくれた作品です。 ちなみに、この作品実は、原作は江口久志さんが書かれたギャグ漫画なんですね。もっとわかりやすいギャグっぽいオチだったんです。えー、ちなみに原作のオチっていうのは、お店のミニューを全部食べた男が、みんなが感動している間にどさくさに紛れて帰ってって、食い逃げだったみたいな、すごいベタな、ベタなっていうかもうずっこけるようなオチが用意されていたんですけれど、これをオチをね、ちょっとカットして、いわゆるわかりやすいお笑いを持ってこなかったことによって、なんていうんですかね、その、 不思議なこと、超常現象的なものが何も起きてないだけに視聴者としてはすごい不思議なものを見せられた気持ちになるっていう、要は奇妙を体験させるときに、いわゆる超常現象とか科学では理解できないものとかそういうものを引っ張ってこない方が人間に奇妙な感覚を与えることもあるんだなって、そういうことを教えてくれた名作だと僕は思っています。後にですね、リメイク版も作られていて、この時は玉木浩二さんが演じていた なぜか和田子さんが演じていましたこれもちょっと奇妙だなと思います。こういうね、話僕でも大好きで、あの、今回ちょっと、えー、ランキングから除外してしまったんですけれど、このハイヌーンと近い要素がある僕のすごいお気に入りのエピソードで、容疑者の男という話もあります。これはですね、駅弁を大杉連さんが食べてるんですけれど、駅弁の中にいろんなおかずがあるんですけれど、どの順番で食べるかっていうのを脳内でずっと大杉さんが シミュレーションをしてるんですよ。これの後はこれのが合うぞとか、えー、これの前にこれ食べちゃうと味がなんか混ざり合っていまいちになってしまうぞとか、そいろんなことをただ弁当を食べてるだけなのに、脳内でもずっと延々いろんな、うん、やっぱこの順番が正しいなとか、そう言ってる様を、それだけなんですよ。 これも本当に不思議なこと起きてないし、ある意味ハイヌンより不思議なこと起きてないですよね。この話というのが最後のオチがですね、まあ大杉蓮さんが最終的にたどり着いた結論というのが、いろんなおかずが乗っかってる弁当だけど、締めはイカリングで行くべきだと。最後に食べるのはイカリングなんだっていうこだわりを大杉蓮さんは持っていたんですけれど、食べたらオニオンリングだったという衝撃のオチがやってきた。これ四人も史上、 ベスト30には入れたい衝撃のおチですね。ちょっとベスト10には入れれなかったんですけど、ちょっとハイヌーンと近い面白さがある名作だったと思います。続いて第7位に選ばせていただいた作品は、1994年の3月30日に放送されました、転校生です。 これはですね、瀬戸朝香さんが演じていた姫野栄子という女子高生が主人公のお話なんですけれど、まあ、この瀬戸さんが演じている姫野栄子っていうのは、まあ、とにかくもう最色兼備の人気者で、もう男子からも女子からも人気があって、で、イケメンの彼氏もいて、で、生徒たちだけじゃなくて先生からも信用されていて、まあ、頭も非常にいいし、運動神経もいいっていう、本当にもう少女漫画とかに出てくるような典型的な憧れの先輩キャラみたいな感じで出てくるような キャラクターをこの瀬戸浅香さんんが演じているんですけれどこの姫野英子がいる学校にある転校生がやってくることでちょっとこの姫野英子の生活がどんどん変わっていくっていう話なんですねでその転校生がどういった子なのかというと同じ姫野英子っていう同姓同名の女子が転校してきたんですね同じ名前の子がやってきたんでどうしても周りは比べちゃうんですよ元からいた姫野英子と比べて 運動神経も悪いし、なんか喋りもボソボソしてるし、みたいな感じで、ちょっといじめられたりとか、ちょっと茶化されたりとか、すごい、あの、いっぱいされていって。 で、クラスの出席簿みたいのがあって、先生がみんなの名前を呼ぶんですけれど、姫野栄子が二人並んでるわけですよね。で、瀬戸屋浅香さんが演じてる方の姫野栄子って呼んだ後に、次の、えー、転校生の方の姫野栄子の名前を呼ぼうとしたら、その姫野栄子の A の部分に紙が貼ってあって、アルファベットの B って書いてあって、姫野 B 子ってあの出席簿に書いてあって、先生も誰だこんないたずらしたのは、みたいな最初は言うんですけど、でもまあ、 わかりやすくていいよな、みたいに、先生も乗ってしまって、B 子いいじゃない、みたいになったら、クラスもみんな笑い出してしまう、みたいな、そういう環境ができてしまうんですね。どん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 、姫の B 子の扱いが悪くなっていくのを見て、姫の A 子は、かわいそうに思ってしまって、 にに対してなななんんか私でできるこことといいみたいなことを聞くんですねで最初は B 子も、あの、私なんかにもう構わなくていいわよとか、しょうがないから私は受け入れてるからみたいなことを言うんですけれど、それでも姫のエ子がなんかできることがあれば何でも言ってねみたいなことを言われて、B 子があるお願いをするんですね。それは何かというと、姫の A 子が付き合ってる彼氏の男の子と一日デートしたい。 っていうふうにお願いをするんですね。イケメンの彼氏がいたんで。で、それを聞いた姫野栄子は彼氏に B 子と付き合っててあげてってお願いをするんですよで結局彼氏は分かったって言って B 子と一日デートをするんですけれどその翌日教室にやってきた姫の B 子っていうのがそれまではパッとしない女の子だったんですけれどすごいイメチェンしていてクラスのみんなが「えこれ B 子なの?」みたいな「めちゃくちゃ美人になってる」みたいな感じでちょっと騒ぎ出すんですね。でその後姫の A 子はその変わった B 子と彼氏が2人でイチャついてるとことかを目撃してしまって。 なんでこんなことになってるのって彼にも起こるし、B 子にも起こるんですけれど、ここからが枠はやっぱりこの話の肝だと思うんですけれど、B 子って言われてた子がどんどんクラスの中心になっていくんですけれど、それに対して、あんたなんかに私の全て奪われてたまるかみたいなことを瀬戸朝香さんが言った時にですね、その姫野 B 子が言うんですね、その結局、 クラスで自分たちを馬鹿にしていた子たちよりも、あんたの方が私のことを一番下に見てたと。 自分の彼氏を一日デートさせても、あの、取られることはないっていう、まあ、いわゆる満身みたいなおごりがあったから、えー、そういうことをしてしまったと。で、姫の A 子自身もおそらく気づいてなかったんだけど、自分の優しさの上には無自覚で B 子を見下してたっていうことを指摘されてしまうっていう展開があるんですね。これは、あのー、すごい僕はの発動させられたというか、やっぱ人間の心理みたいな、人間の心っていうのもパッと見わからない。 え、ぱっと見この人が一番優しく見えるけど、実は一番優しく見える人が一番人馬鹿にしてるんじゃないかとか、そういったその人間の心の不可思議さみたいなものを非常に繊細に描いた名作だと思います。オチはですね、まあ、本当と世にも奇妙な物語らしいオチだとは思うんですけれど、最終的には元からいた姫の A 子のポジションを B 子が奪ってしまって で、瀬戸朝香さんが演じていた方の姫野栄子の存在をみんなが忘れてしまうというオチになっています。なんか、格好にある日投稿してきたら、もう誰もその瀬戸浅香さんを見ても姫野栄子として認識してなくて、私姫野栄子よって言っても、それまで B 子だった方をみんな姫野栄子として認識してるんで、あんた誰状態みたいになってしまうというオチ。 が用意されていました僕はこれが放送されていた頃は中学生だったと思うんですけれど多分今の時代だともっと心響くかなと思うんですけれどあのパワハラとかセクハラの問題もそうなんですけれど本人はそんなことしてるつもりがなかったのに人傷つけてるみたいなことが今問題になってるじゃないですかでやっぱり転校生も言ってしまえばそういう話で結果的にそのせいでひどい復讐にあってしまうっていうなんか時代を超越したすごい怖い話だなと思います転校生 第6位に選ばせていただいた作品は、1991年の5月30日に放送されました、三人死ぬです。このエピソードはですね、 つ口ぐさんが演じています。ワイドショーとかによく呼ばれている、まあ、人気弁護士、竹内っていう人がいて、これが主人公のお話なんですけど、この竹内っていう人が、まあ非常にテレビの中では正義感あふれることをよく言うんですね。で、その例えば正当防衛の話みたいになって、まあ船が沈没して、 救命ボートに3人乗ったら沈んでしまうようなシチュエーションになった時に1人を突き落とすことは法律的には責められない。それは法的には罪にならないみたいなことをテレビで解説するんですね。よく出る例え話なんですけれど。で、この例え話をしながら、この弁護士の竹内は法律的には問題がないけれど、私だったらそういった状況だったら海に落ちる1人を自分がなるように選びますね。みたいな。 ことを言うんです。で、周りのキャスターの人たちも、さすが竹内さん、正義の人ですね、みたいなことを言うような。なんかまあ、ちょっと。 嘘臭いところもあるんですけど、もういかにも正義の人みたいな発言をしているこの竹内っていう人がいるんですね。で、この竹内が出てたワイドショーに次は脅威の霊能力者がゲストですみたいな感じで竹内が吐けた後になんか水晶玉を持って未来とか過去を見れるちょっとよくわからない霊能者が現れるんですね。で、竹内とかもなんかバカバカしいと思ってたんですけれどで収録が終わった後にスタジオから出ようと思ったら、えー、先ほど出ていた霊能者が持っていた水晶玉を持っていた 塩玉が置いてあるのを見て興味本位でちょっと触ってたんですよなんだこれと思ってでやっぱりなんでただのガラス玉じゃねえかみたいな感じでちょっとバカにしてたら落としちゃってバリーンって割れちゃうんですね で、この辺でもう僕は常にちょっと竹内ダメだなと思ったんですけど、弁護士が人のも終割っちゃったのに、やべえと思って、あの、バレないように帰っちゃうんですね。で、えー、その後タクシーに乗っていたら、なんかやたらとね、昔の歌がカーラジオから流れてきて、なんか懐かしい歌流れてるねとか言ったら、えー、これ新曲ですよみたいにタクシーの運転手さんに言われて、ようこんな歌だいぶ前の曲だろうみたいになんか思ってて、これが伏線になっているんですけれど、でこの竹内は、まあ来週とかも番組 出るっていうことで次の番組で、えー、紹介する事件の資料みたいのタクシーの中で見ててそれがね4年前に起きていた銀行合同の資料だったんですね。で次はこの事件について解説するんだなぐらいの見てた時に今日までにしておかないといけない振り込みがあったことをこの竹内が思い出して近くの銀行に降ろしてもらってで資料とかもタクシーに置いたまま振り込んだらまた戻ってくるからって言ってタクシーから出て銀行に行くんですけれどそしたらそこで。 銀行強盗に巻き込まれてしまうんですね。で、えー、いろいろ銀行強盗とのやり取りをしていくうちに、竹内はあることに気づくんですね。あの、この銀行強盗事件って、さっきまでタクシーの中で見てた資料の事件と一緒だと。4年前に起きていた銀行強盗の現場になぜか自分は今来てると。おそらく、あの、怪しい霊能者が持ってた、あの、 水晶玉を割ったことによって、あの未来も過去も見れる水晶玉だったんで、いわゆるタイムワープみたいなことをしてしまったんじゃないかっていうことに、竹内は気づくんですね。タクシーの中で、まあまだ斜め読みぐらいしかしてなかったので、そんなに細かいところは覚えてない部分もあったんですけれど、この事件では人が3人死んでるんですよ。いろいろ考えてる間に、1人お客さんが殺されてしまうんですね。 あと2人この中で死ぬ人がいるんだってどうしようと思ってた時に挙動不審なところを銀行ごとに目つけられてしまってお前警察のスパイじゃねえだろうなみたいな感じで銃とか突きつけられたりしてそれはあの周りの正義感あるお客さんがやめなさいよみたいなこと言ってくれて止めに入ってくれたおかげで助かるんですけれど竹内としてはちょっと自分が目をつけられてしまったと。 何かあったら自分がやられてしまうんじゃないかってすごい恐怖心にかられるんですね。この中から死ぬ人間がまだ二人残ってる。 そのうちの一人が俺だったらどうしようってすごい焦ってくるんですよ。まあその前まではね、ワイドショーで3人のうち一人がね、死ねば他の人が助かるっていうなら俺が死ぬっていうことを言ってた竹内だったんですけど、いざその銀行ゴンドの現場に来たら、もうすごいビクビクしてしまって、生き延びるためにはどうしたらいいんだろうってずっとそればっかりを考えていくんですね。いろいろあって、その後もう一人、正義感のある人が殺されてしまうんですけれど、もう一人死ねば俺は助かるって、もうそういう思考に竹内はどんどんなっていくんです。 でそんな時に銀行強盗トの目を盗んで一人のお客さんが逃げようとしててもうちょっとでお店の外に出れそうな状態になってるっていうのを竹内が気づくんですよもし彼が逃げてしまったら銀行強盗はもう怒り出してもうやけになるんじゃないかと。でやけになった時に俺はもうすでに一度目つけられてるし俺が殺されてしまうんじゃないかって恐怖心でいっぱいになって銀行強盗に向かって一人逃げようとしてるぞって言っちゃうんですよ で、逃げようとしてる人を銀行ごとバーンって打って、よく教えてくれたな、みたいなことを言われて、竹内としては、いや、こうするしかなかったんだ、自分を助けるためなんだって内心詫びながら、あ、でもこれで3人死んだから、 ああ、大丈夫だっていう風に安心するっていう。僕、こういう話の好きなところは、あんまり言うと偏見になっちゃうんですけど、やっぱテレビとかでね、まあ SNS でもいいですけど、すげえ綺麗事言ってる人にると、僕どうしても嘘くさいと思っちゃう、ひねくれてる人間なんで、あの、そういう目で僕は世の中を見てしまうんですけど、この竹内みたいにね、みんなを助けるためなら自分の命は犠牲にしてもいいって言ってる人が、実際にそういう場に閉じ込められたら自分の本性を出して、 ついには逃げようとしてる人を犯罪者に密告までしてしまうっていう流れが非常にあのー、スリリングで面白い作品だなと思いました。ちなみにね、この作品じゃあ、オチどんな風になるかというと、この竹内はもう3人死んでるからすごい安心しているんですけれど、この後警察が飛び込んできた時の銃撃戦みたいなものに巻き込まれて、竹内のね、顔面にね、銃弾が炸裂してしまうんですね。薄れていく意識の中で、 え、おかしいよ。だって、もう3人死んでるじゃんっていうふうに思っていくんですけど、竹内の耳に聞こえてきたのが、警察の人が、生きてるっていう。急いで救急車に運ぶんだみたいな声が聞こえてきて、3番目に銃で撃たれた人は、まだ重傷の状態だったんですね。で、彼が、えまあ、この後病院に運ばれて、まあ一命取り留めるわけですよね。実際にはまだ3人死んでいなくて、3人目の死者というのが、竹内自身だったということに気づくというのが、えー、この物語の オチとなっております。これは本当にね、非常にあの、オチも読めなかったというか、やっぱ最初から3人死ぬっていうのが提示されてることがやっぱスリリングなんですよね。最初のゴールが決められてて、その状況でアクセントをするっていうのが、これ15分とは思えないね、なんか1本の映画を見てるような、ハラハラドキドキ感がある名作だと思います。ということで、えー、6位は3人死ぬでした。 皆さん、10位から6位まで聞いて、どう思われたでしょうか初めにもお話ししたんですけど、本当4人も奇妙な物語って、まあ、この10位から6位もそうなんですけれど、まあ、やっぱジャンルが違うんでね、あの、黄色が怖いとハイヌーンと三人死ぬを、そもそも順位つけられないんですよね。あの、本当名探偵コナンとドラえもんのランキングを一緒にやれって言われてるぐらい、もうめちゃくちゃな話なんで、ま、ほんに、 選ぶ人によって、よりも奇妙な物語のランキングって絶対変わってくると思うんです。ぜひね、あの、皆さんのランキングもコメント欄に書いてほしいです。私だったらこの話を選ぶみたいなことを、えー、コメント欄に書いていただいて、皆さんも一緒に盛り上がれたらいいなと思います。明日はいよいよ、第5位から1位までを発表させていただきたいと思います。皆さんもね、僕がどの作品を1位に選ぶかも予想して、明日の公開を楽しみに待っていただければと、 思いますそれでは次の授業でお会いしましょうこのチャンネルではオカルトを楽しく学べますチャンネル登録お忘れなく